本体との段差ができちゃってますので、まあ、パテ盛りと FRP をうまく使ってこの段がね消えればいいんじゃないかなと思って頑張ります。そして取り外す前にね、段差をなくすためのベースの木材を切っておきます。これをベースに埋めていく感じですかね。今からこちらの方にパテや樹脂の方を塗っていくわけなんですが、そのまま塗ってもねペラって簡単に剥がれてしまう素材なので、この木を取り付ける表面をこのグラインダーの粗いやつでね、表面を軽くグキ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 ってね削ってあげてください。そうするとパテや樹脂がこの隙間に染み込んで簡単に取れなくなるようになります。そして足付けが終わったら、先ほどの木材がブラブラしてましたので、アルミテープで形を整えて形成してあげます。形を、それでは今から布生地とタッカーを使って立体に形を形成していきます。樹脂の方が固まりました。こういう感じで段差をなくそうかなっていう感じですね。そしてこのままだとね強度が足りませんので、ガラスファイバーと樹脂を使ってもう一層ね貼っていきます。それが乾いたらパテ盛りをして形をねちゃんと整えていきます。これを取っちゃうとほらこんな感じでね横が不格好になっちゃいます。こんな感じに足付けが全体にできて、で先ほど布でやっていたところのバリも取りまして、ガラス繊維をこれの形に合わせてカットします。曲線とかはね切り込みとかを入れておくとすごく曲げやすいです。細かいガラス繊維をねこういうところにねこうパッてやってね全体が覆う感じになればいいです。今からこの余分な部分をグラインダーでカットして、パテで綺麗に表面を整えていきます。じゃあやっていこう。できるだけこの時にねツルツルしてる面は残さないようにしてください。ロッククイックパテの180を使っていきます。こっちはうまくいったんですけどね、こちらの方はこの下のこの一直線の部分がなみなみなみってなってたので、平たい板にガムテープを貼ってそれの上にパテを敷き詰めて、それの上にこれをねポコっておきます。するとガムテープにはくっつきにくい習性がありますので、それを利用して綺麗な並列をね作ろうと思います。あとは乾くのを待ちましょう。塗り込んだパテが固まりました。ガムテープの上に貼ってますので、このガムテープを取ります。この布ガムテープにくっつきにくい修正を使ってこのようにね、はい、つら位置になりました。そして今からこの余分な部分をカットしていきます。この状態で一度仮合わせをしてみます。形はこれでいいので、今からヤスリで綺麗に表面を整えた後にちょこちょこ出てきた気泡とか穴とかをねもう一度パテ盛りして埋めていきます。それでは整えていきましょう。よいしょ。こんな感じにね表面が綺麗になれば OK です。あとはね小さい隙間やをちょっとボコボコした穴がありますので、ここはパテで埋めてもう一度削る感じです。ではパテで下処理ができたので、今度はサフの方を拭いていきます。気持ち厚めに塗っていきましょう。今日はねサフをかなり厚めに塗ったので、1日待ってペーパー掛けをします。それではバイバイ、おやすみ。1日経ちまして
いい感じにカチンコチンになりましたね。カチンコチンですね、これ完全カチンコチンです。いいカチンコチンだ。このサフが乾いた状態でペーパー800から1000番ぐらいで表面を磨いてあげます。このペーパーをかけることによってね、表面が今軽くデコボコしてるのがフラットになる感じです。あと塗料のノリが良くなったりとかねしますんで、で磨いててまだ穴があるなってところにはサフをもう一度追加してあげてください。角っこはね削れやすいのでね、あまりこう角っこを攻めないでください。で磨いていったらね音が変わってくるんでね、まあそこら辺がポイントですかね。はい、オッケー、これで下処理ができました。表面のね小さい穴とかはこれで埋まってます。それではシルバーを塗ってきます。一段階目のシルバー完了です。今からコスミックフレーク拭きます。先ほどのシルバーの上にこのような感じにねラメが入りました。夜だからねあまりこれの綺麗さが伝わらないかな。じゃあクリアレッドを塗ってキャンディレッドにしちゃうぞ。途中でね雨が降ってきてしまったため中に移動しました。そしてねクリアレッドを塗って表面は少しねこうテカリ的にはこうね微妙な感じなので、今からクリアを塗ってプリプリにしてあげます。プリプリ。クリアを塗ったことによって先ほどよりもね反射効率が良くなりました。ぼやけてなくてねこの上の傘が割とはっきり見えるようになりました。ここからまだ綺麗にしようと思ったらね、クリアをもうちょっと厚く塗って、その後ペーパー1000番から2000番までやってコンパウンドで磨けばもうテッカテカですよ。もう2回ね拭いたらクリアは OK にします。じゃあこのままおやすみ。次ではこちらのパーツが乾いたということで、いよいよはめていきましょうか。これがあるとないとって全然違うよな。うん、おーぴったし。ここのパーツを取り付けることによってね、先ほどまであったここの段差がね気にならない程度になりました。あとはねこの下の部分のレザーのところもキャンディーレッドに塗ればまあ一体感が出るのですが、あとはねここの隙間、ここの隙間も FRP などをうまく使って改善していきます。一応後でねやるんですが、今回の動画ではこの作業は、しません。早くやんないとね終わんないんですよね。3ヶ月4ヶ月今かかってる。じゃあ次行ってみよう。でねこのように FRP が形が整いました。